ジュエルペットはサンリオとセガトイズが共同開発したキャラクターグッズ用キャラクター群よびそこから派生したアニメ漫画作品である。2008年1月15日にサンリオセガサミーグループのコラボレーション企画の第一弾として発表された第3代ハローキティデザイナーの山口優子がプロデューサーを務めるグッズや 玩具展開を中心にアニメや漫画、ゲーム等様々なメディアミックスを行っている。現時点では42種類のジュエルペットが存在し、主役格キャラクターはアニメ版同様ロビーとなっている。また、姉妹キャラクターとしてスイーツペットも13種類存在する。2008年1月15日にサンリオセガサミーグループのコラボレーション企画の第一弾として発表された。 当初のジュエルペットは全33種類。同年夏、最初の商品が発売された。2008年10月8日、仮想空間付けガング連動のオンラインゲーム、ウェブグルミネットで出会える魔法ペットが開始された。2009年4月5日、テレビアニメシリーズの最初の作品、ジュエルペットの放送が開始された。2009年8月3日、新キャラクターとして、 34番目のジュエルペット、ラブラが発表された。2010年2月、キャラクター商品が、自社企画とライセンス商品を合わせ600品目、ライセンシーは25社程度となり、目標以上の年間売り上げ実績を上げた。また、年度終盤にかけては、ジュエルペット人気から、サンリオピューロランドの入場者数が急回復し、第4四半期は、 前年度比17%増の入場者数となった。2010年6月、キャラクターの可愛らしさから6から8歳の女児を中心に次第にブレイクし、バンダイ子供アンケート、0から12歳のお子様が好きなキャラクターの女子総合で上位入りを果たした。2010年7月、サンリオピューロランドにて、ジュエルペットが主役となるショーアトラクション、ジュエルペットのドキドキ。 マジカル、マーチ、ジュエルペットとシナモンの未来レボリューションが始まり、テーマパーク全体の入場者数回復に至るほどの集客効果をもたらした。2010年12月、新キャラクターとして35から37番目のジュエルペット、エンジェラ、チャロット、ジャスパーが発表された。2011年12月、姉妹キャラクターとしてスイーツペット12匹が追加された。 2012年3月、新キャラクターとして、38から39番目の、ジュエルペット、グラナイト、コールが発表された。2012年6月、サンリオピューロランドにて、テレビアニメの世界観が準拠となるショアアトラクション、ジュエルペットキラデコ。ミュージカルが始まる。2012年8月11日、初の映画、ジュエルペットスイーツダンスプリンセスが公開。 13匹目のスイーツペット、グミミンも初登場した。2012年10月、セガトイズより販売された、ガング、ジュエルポッドダイヤモンドピンクが、9月の月間おもちゃ売り上げランキングが、女の子向け部門でプリキュアを抑えて1位となった。2013年3月、新キャラクターとして、40番目のジュエルペット、ローサが発表された。二千十四年三月、 新キャラクターとして41番目のジュエルペットルーアが発表された。2014年7月、テレビアニメの世界観に準拠したショーアトラクション第2弾としてレディジュエルペット魔法のミュージカル誕生。リトル・レディジュエルがサンリオピューロランドで上演された。2014年10月1日、新キャラクターとして42番目のジュエルペットラリマーが発表された。 2016年2月19日、ショートウェブアニメ、ジュエルペットアタックチャンスが、配信開始した。ジュエルペットは、ジュエルランドに暮らす、魔法使いに育てられている動物たちである。目に宝石が埋め込まれていて、その宝石に即した効果の魔法を使うことができるが、未熟なため、魔法学校で魔法の勉強をしている。なお、 セガトイズやサンリオの公式サイトに書かれている設定とアニメ版の設定は大きく異なる。ジュエルペットの誕生石について、ジュエルペットは2016年1月現在42匹が公式に発表されており、誕生石はそれぞれの月に1匹は必ず設定されている。実際の誕生石では月によって誕生石が複数存在することもあるが、 この作品では公式ページ以外の宝石は誕生石にしていない。各月の誕生石とされているジュエルペットは以下の通りである。ジュエルペットの属性について、ジュエルペットの属性は4つの属性に分けられており、それぞれ性質の異なる魔法が使える。各属性の魔法の性質については以下の通りである。 2011年に追加された姉妹キャラクターで、こちらはお菓子をモチーフとしている。グッズは展開されているが、サンリオとセガトイズの公式サイトでは紹介されていない。テレビアニメでは、初登場となった第3期から第5期に登場し、劇場版にも登場した。サンリオが自社で発行している雑誌と、小学館の小学1年生、小学2年生、学習幼稚園、幼稚園、 プッチ組、チャオで連載されている。漫画版は、小学1年生、小学2年生、プッチ組に連載されている。チャオでは、2010年9月号まで連載されていた。チャオでは、達山さゆり、他の3史では、森江雅子が執筆している。基本的にアニメ版に準拠しているが、チャオでは、ジュエルランドが、主な舞台であり、人間界のキャラクターが登場しない。 なお、チャオでは、漫画版終了後は、情報ページを連載している。テレビ、東京などで2009年4月から2015年12月まで放送された。シリーズごとに、世界観や人間キャラクターが刷新され、シリーズ通して登場する、ジュエルペットの設定も変更される。また、後継作品、リルリル・フェアリル妖精のドア第47話に、ルビーとラブラがゲスト出演した。 さらに、続編の、リルリル・フェアリル魔法の鏡第19話では、この2体に加え、ガーネット、サフィー、エンジェラも登場した。アニメ以外では2010年10月5日から2011年3月29日放送分まで、キティズ・パラダイス・ピースにてエンディング曲、マジカル・ツイストの映像内で、ルビー、ガーネット、サフィーが登場していた。 日本国外での放送をこれまでに2作が日本で公開されている。テレビシリーズ完結後、2016年より短編のウェブアニメ、ジュエルペットアタックチャンスが YouTube のセガトイズガールズチャンネルで配信されていた。アニメーション制作は AIC プロジェクト。2016年2月4日に予告編、2月19日に本編第1話配信開始。 話数カウントはアタック。ルビーとラブラがテレビアニメ復活を目標にお金持ちのお嬢様でジュエルペットが大好きなルリと協力しながら様々な PR 活動を行うという内容である。アニメシリーズとしては初めて小学館のプッチ組で森江正子により連載された。アニメでは原案漫画として作者名を含めてクレジットされている。 セガトイズガールズチャンネルが閉鎖されたため YouTube での正式配信は一旦終了していたが、現在はセガトイズ公式チャンネルで配信再開している。なお、セガトイズ、ジュエルペットサイトでは、ジュエルポット用のムービーファイルとして、第1.2話を無料公開している。スタッフ各はリストサンリオピューロランドにおいても他のサンリオキャラクターと共にジュエルペットの着ぐるみが登場している。 2019年現在は、クリーディングのみ行われているが、テレビアニメの放送期間と、ほぼ同時期に、ジュエルペットのドキドキ、マジカル、マーチ、ジュエルペットとシナモンの未来レボリューション、およびテレビアニメの世界観を準拠とした、ジュエルペットキラデコ、ミュージカル、レディジュエルペット魔法のミュージカル誕生、リトルレディジュエルが上演されていた。 2017年7月以降はルビーのみグリーティングが行われているが、それ以前は、サフィー、ガーネット、ラブラ、エンジェラ、ジャスパー、チャロット、ローサ、ルーア、ラリマー、ルナの十体も、グリーティングやイベントに登場していた。これらの着ぐるみは、解剖誌とマントを身につけた魔法使いの清掃をしている。このうちショーへの出演経験があるのは、ルビー、ガーネット、サフィー、 ラブラ、エンジェラ、ルーアの6体で、いずれも声優はアニメ版と同一である。ウェブグルミ、ジュエルペットたちとネットで暮らそう。とは、2008年10月8日より仮想空間付けガング連動で開始されたオンラインゲーム。2010年4月12日よりジュエルランドオンラインへとリニューアルされた。2012年3月31日に閉鎖。MTO より発売。 不流より発売。いちご新聞の読者投票企画、サンリオキャラクター大賞で、第27回において6位を受賞し、歴代最高である。2013年サンリオキャラクター大賞なない。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画である、これやります宣言で、5位以内にランクインしたら、私たち新しいアイドルユニットを作っちゃうと宣言していたが、惜しくも、 ランクインを逃した。複数の動物がモチーフとなっているため、公式サイトにおいては指定なしに分類されている。違法放送である。最終話特別合唱バージョンや映画版は未収録 AIC とは別会社であり、2016年現在は社名がセーバープロジェクトとなっている。品種は不明。この回は全100種のキャラクターを A、E グループの5グループに分けて、 ファーストステージが行われ、各グループの上位4種、全20種のキャラクターから、ファイナルステージが行われ順位が決定されたため、21位以下が存在しない。ジュエルペットは E グループにノミネートしていた。ジュエルペットアタックチャンスに関するカテゴリー。ありがとうございます。